はい、皆さんこんにちは。今日はですね、パナソニックのアルカリ電池、通常はまあ4本なんですけど、4プラス1ということで、まあ1本付属おまけがついてくるわけですね。まあこうやって取れるじゃん。まあ電子辞書のね、電池、まあうちには電池があるんですけど、まあそろそろ充電池のね、方が、東芝の充電池の方がそろそろ限界を超えてきてるので、まあエネループを買おうとしたんですけど、エネループがちょうどね、売り切れでして、買えなかったので、まあとりあえず今はこの電池で過ごそうということで、まあ通常まあ4本で今499円ぐらいで買おうとしたんですけど、プラス1本でですね、まあ別の店ですが、498円ということで、まあ、約1円ほどお得で、1円でね、お得なのにもかかわらず、1本ついてくるという、さらにね、まあそんなわけで、どんなわけだ、はい、買ってきました。使用推奨期限5年。LR6XJSP-5H。 まあ見る限り岩田 UD フォントが使ってありますね。では開けたいと思います。この電池は本当にテープがちゃんとついてる。でも全然もうしおりじゃない。あれやばい。はい、でこちらはまあ通常売ってるような電池になりますね。まあ通常だとここにこのバーコードが、バーコードのシールが貼られてるんですけど、これは貼られてないですね。はい、5年保存可能。まあ5年でね、4本は使い切るでしょう。ちゃんと日本製ですよね。まあ電子辞書にもアルカリ電池ついてたんですけど、まあなんとなく買いました。さて、まあもうここに1本あるので、1本裸っていうのはおかしいので、一本だけね、取りたいと思います。まあ、ここに書いてあるように、見分けてパックってことで、こう、なんか、いまいちまだ理解しないんですよね。この、使い方。切り離せねえよ。事前にこう穴開けるみたいな。これでピッってこと。おお、なるほど。そしてニューニューって書いてある。でこういうことですね。でこれで2本、どっちとも同じですよね、もちろん。はい、ではまあこの電池を電子辞書の方に、はい、今東芝の問題の充電池が入ってます。もうこれはもうそろそろやばいですね。2002年のことじゃないかなって。はい、ではパナソニックのアルカリを、見えるようにね、ロゴが。今時ね、電池ってのもねって思うんですけどね、電子辞書も充電池だろうって、まあ、この方がね、カシオのね、そんな充電池だってね、そうやったら三洋のエネループ
もどきみたいなやつの方がいいかもしれませんけど、まあ電池なんだから電池なのかな。カシオも電池まで作りたくないよね。はい、完了です。になるんですね、これは。またもや。なるほど。コントラスト。こんなもんでいいだろう。で、電池は今アルカリを入れたので、アルカリを。この部分はね、消せないんですよ。ちゃんとメモリーに残ってる。はい、ということで電池購入いたしました。残り3本中途半端ならもう1本ぐらいつけてくればよかったのにね。はい、パナソニックのアルカリ電池でした。